23の高卒、大卒の資格を得ようと、今から通信の大卒を検討中、ありですか？全然ありだと思います。それと4年制大学の大卒と通信の大卒、企業から見て価値は同じですか？ちょっと違いますけど、大体一緒です。慶応はただ通信卒業しても通信って書かなくていいんですよね。なので、慶応だとわからないと思います。通信って書かないので。なので、そこだと100%一緒ですね。